皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2023情報を紹介していきます。さあ5月18日のイベントキャンペーン、まとめて紹介していきましょう。登場選手に関しては別で紹介するんで、それ以外チェックしていきます。まずは6周年アニバーサリーセレブレーション来ました。もうこの画像を見ていただいたら分かるんですけど、まあ、コインがもらえたりとかアイテムもらえるということで、しっかり回収しようねって話ですね。ここで動画終わってもいいぐらい、ここに集約されてます。まずは6周年の感謝の気持ちを込めたショータイムブルーノペルなんですが、ログインすればみんなもらえるよということで、6月8日までショータイムブルーノペルなんです、ハイライトですね、しっかりと受け取ってください。一応レベマの紹介はやりましたので、まあ、確認してほしいんですけど、まあ、やっぱり配布ということでそんな強くはないです。さらには抽選契約券、まあ、ガチャ券ですね。ここから3週間毎週1枚ずつガチャ券をプレゼント。今週はショータイムのゲームチェンジパス、そして来週がアーセナルエピック、そしてその次がバルセロナエピックということで、来週と再来週のエピックガチャも確定しました。エピックアーセナルでいうと、まあ、シーマンとウィルシャーが、まあ、こちらの記載にもあったのでシンプルに登場しそう、まあ、そして残りのデータでいうとどうでしょう。アーセナルだとビエラじゃないと思うのってプティかな。ピレスって、まあ、後で紹介しますけどポイント交換所でレジェンダリー来たので、なんかタイミング的にプティなのかなって感じしますけど、どうでしょう。そしてバルセロナが次週ということになるんですけど、まあ、ビッグタイムで言うとロナウジーニョかリバウドかどっちか。エピックは候補5分の2ですからね、まだまだ今サビオラ初搭載あるかもしれないですね。しっかりとこの辺も頭に入れて臨みましょう。さあ続きですけどスペシャルログインボーナスがここから3週間期間設けられています。まあ、各期間7回って書いてますけど、まあ、合計21回ログインですね。最大33万 GP 300コイン、さらには抽選契約券が3枚もらえます。これが週間 FP の抽選契約券なんですよね。今週の週間 FP、 こちらでもね、しっかり回収ができるよというところになってます。6月8日まで毎日ログインすれば OK です。好き取れなかったの残念でした。さらにはキャンペーンアチーブメント、モバイル6周年のキャンペーンのアチーブメントも来てます。こちらは最大18万と6万の経験値、120コイン、珍しいですよね、コインがもらえます。アチーブメント対象がeフットボールリーグツアーイベントのそれぞれとチャレンジイベントのそれぞれ、そして特別ツアーイベント合計12万3万経験値、そして抽選契約券1枚、ツアーイベントの方ですね、ワールドワイドクラブズ、イングリッシュリーグ、スパニッシュリーグ、それぞれ来るような形と、あとは経験値3倍来てますね。ドリームチームを使ったものなので、まあ、チャレンジイベント、e フットボールリーグ、その辺が3倍になっています。期間は6月8日まで。これが主な6周年キャンペーンです。さあ、まだまだ6周年続きます。6周年記念としてキャンペーンが始まります。期間中に行ったゴール数に応じた報酬がもらえるような形。10億ゴール達成で180コイン、そしてスタンダード選手、星5が3枚ですね。そして3万経験値分のトレーナー。本日から6月8日までに何ゴールできるのか、全ユーザー対象なので1人が10億ゴールするものではあります。一応対象が期間中に行った試合とはなってるんですけど、フレマとかは入ってない可能性があるんで、まあ、ツアーとかチャレンジ、イーフットボールリーグが中心なのかなって、格好版のこういうイベント系はそんな感じでしたね。さらにはポイント交換所に今ピレスが来ていると思います。5000ポイントでね獲得できるんですけど、その5000ポイントもキャンペーンでもらうことができます。これも6周年記念のキャンペーンになってます。URL 概要欄に貼っておくので、まあ、そこからログインしてポイントを獲得するっていうボタンから5000ポイントをゲットすることができます。まあ、ピレス交換してもいいですし、他の選手を獲得するのも便利ですね。ちなみにこのピレスなんですけど、波小さいの B 固定になっています。ただポイントが圧倒的に少ないですね。16ポイントしかもらえないんで、まあ、4444振っていけばって感じですかね。あと左サイド限定になりますし、そもそも TS が90統一ではないんで、ロングカウンターとかサイドアタックであれば、他の選手を90以上にまとめられてれば割と DS100 とかも達成できそうですけど、ちょっと他のスタイルだと厳しいものがあるかもしれません。まあ、無課金とかで B 固定あんま持ってないのであればいいでしょう。さらには6周年のコインセールもやってきております。今回の対象がこの3つになりますね。まあ、それぞれちょっとだけお得という内容ではあるんですけど、ぜひ B 課金の方中心にね、買っていただきたいんですけど、まあ、例えば割と課金してる方、特に毎回1万2000コインを買うっていう方はもうこれを購入し続けてもいいのかなと思います。1万2000プラスこれも購入するってなると、ちょっと割高に感じるのは私だけでしょう。はい、私だけかもしれません。さあ、残りはゲーム内を確認していきましょう。一応アプリの画面で見ますが、基本的に家庭用も共通の内容になってます。
さあ、まずは受け取り箱確認しましたでしょうか。いろんなものがもらえます。先ほどのキャンペーンになかったのがこの優勝キャンペーンですね。これ何かっていうと、ナポリのねリーグ優勝を記念した、公式映像にも載っていたものなんですけど、こちら無料でね獲得することができるよっていう内容になってます。まだねこちらの選手たち紹介できてないんですけど、また別で、紹介はしようと思いますが、ぜひここは無料で獲得してみましょう。さあ、そしてこの左のクラブナショナルのところに新しいチャレンジイベントが来てます。これ既存を使ったものだと思うんですけど、こちらにも AI 戦のイベントが来てます。これがナポリ優勝キャンペーンというものが来ていて、国内リーグ、セリアを優勝したナポリの記念をした、キャンペーンになっています。先ほどログインプレゼントでナポリのハイライトがもらえるね、ガチャ券1枚があったと思うんですけど、先ほどのイベントチャレンジイベントをこなすことでもう2枚追加できるので、つまり5人中3名が獲得できるっていう内容になってます。さらに詳細を見るとここですね、ライブアップデート A になっているんですね。ナポリの全選手ライブアップで A になっているので、もちろん他の選手もそうですよね。今回対象の5名だけじゃなくて、ぜひナポリの選手を確認して、スカッドに入れてみてはいかがでしょうか。さあ、もちろんドリームチームの、イベント系も来ています。このマークがあるところアチーブメントの対象だったりとか、あとは経験値3倍の対象になっているものなので、ぜひやってみてください。こちらにももちろん週間 FP 券があるので、ログインとイベントで今回今週は5回引けるってことか、すごいね。もちろんこっちのアンリミテッド、こちらにはスキトレももちろんありますね。さあ、そしてガチャの話いきます。まずは復刻のまさかのドイツエピック来ましたね。告知にあったルメニゲは復刻を意味してたんでしょうか。あのなんかリーグでの活躍はどこへ行ったんでしょうね。代表会って感じです。まだね、引いてなかったよとか、この時始めてなかったよとか、そういう方はね、しっかりと引いてもいいのかなと思いますし、契約をわざわざ伸ばすためには引かなくていいかなと思うんですけど、一応レベマのね、動画を貼っておきますので、そちらも合わせて確認すると、どんな能力かを知ることができるでしょう。そして、もう一つやってきたのがエピックワールドワイドというものですね。まさかの日本人3選手が入った150のボックスガチャになっています。ビッグタイムは中村俊輔、2006年11月ってユナイテッド戦のあのフリーキックですかね。そしてフェイエノールトの小野伸二選手、そしてサントスかな、三浦知良選手。さあ、まずはカズさんですね。ウィングと CF ができるタイプでウィングストライカーになってますね。CF で使えば無印で使えるという扱いになります。逆足はどちらも高い、サイドで使う分もある程度は、得点力上げておきたいですよね。スキルはこんな感じになってて、ワンシューやダブルタッチ、コンカなど持ってます。もちろんスキル追加できますし、特殊ダブルタッチはもともと可能、スキル追加も考えてみましょう。ただはボックスストライカー版のベルディ版ですね、こっちの方が能力的には強かったっていうねパターンです。そしてフェイエノールト小野伸二選手、波は普通みたいですね。逆足最高、素晴らしい。チャンスメーカー、スタミナ91の数値とか結構目引きますよ。もうスキルも本当に悪くないし、言うことない、さすが小野伸二って感じのスキル。能力は悪くないけど、チャンスメーカーが右利きだと激戦区なので、そこはどう判断するかっていうところですね。ちなみに過去版と比べると、浦和レッズ版と比べると今回の方が能力は強そうですね。さあ、そしてビッグタイムの中村俊輔選手、逆足の頻度がやや低ですね。セットプレーの数値相変わらず高いですし、割とスピード瞬発も上げられて、握力93から放たれるシュート系スキルとかも爆発しそうですからね。ダブルタッチ持ってたり、ワンパス、ルーパス、ピンポイントクロス、アウスピー、しっかりといいもの揃ってる。スキル追加とかもできるのであれば、なかなかハマりそうですし、横浜 F マリノス版と比べるとこんな感じになります。パス系スキルとかスピード瞬発とかは今回の方が高いですね。シュート系とか、あとはパス能力自体は、前回の方が高くなってます。乗り換える方はご検討ください。プレイスタイルも違いますね。基本的にはちょっと引くかって言われると難しい選択になりそうです。ということで以上になります。漏れないですよね、いっぱいありましたからね。漏れてたら補足しようとは思います。こちらのチャンネル、ユーフットボール情報を随時紹介します。チャンネル登録していない方、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。